こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、政府の通報で新型コロナウイルス感染防止の転売禁止商品が発表されました。転売目的の人は警察に逮捕されますよ、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、これですね、日本政府からまたですね、転売禁止商品発表されました。ぜひね、紹介させていただきます。はい、こちらですね、まあ、こちら見ていただくと分かるんですけど、ズバリなんですけどね、ショートケーキですね。はい、だからこれですね、なぜこう転売禁止になったかと言ってしまいますと、まあ、こちら医療関係の方にね、この商品がですね届かないということなので、これをですね、規制するということで、禁止のね、商品にしたようですね。はい。で、22日にですね、政府の閣議決定と書いてます。ここで決まってしまいますので、まだ大丈夫かと思うんですが、まあ、今後ね、出品してしまいますと、まあ、もちろんですね、処罰ですね、まあ、逮捕されてしまいますので、ぜひね、まあ、この商品をね、出さないようにしていただければね、いいかと思います。ぜひ気をつけてみてください。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE登録によろしくお願いします。今回動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。